はい、えー。皆さん、こんにちは。えだいぶで数学を担当してます。又と申します。よろしくお願いします。はい。ということで、今回はですね、えー、点と直線の距離の、えー、テーマのところを解説していきたいと思います。はい。えー、では、ちょっと早速ですね、えー、ちょっと、えー、テーマの内容を読んでいくと、まあ、点 x は y 1と直線 X させるよりたし、イコール0の距離 D は、まあ、こういう形で表せるよというものになりますね。で今日はですね、ちょっとこの、えー 公式の使い方を確認していきたいと思ってるんですけど、えー、まあこの式、まあ、ちょっと複雑だったなと思うんですけど、まあ、これに関する証明もいろいろあるんですが、まあ、そこに関してはですね、一応入試基礎の方で解説されてますので、ちょっとそちらをですね、チェックしてもらえればと思います。で今日はまず、まだちょっとこの公式を知らない人向けの話になるので、えー、まずはこの公式をしっかり覚えて使えるようになろうというのが、 今回の目標になりますと。はい。え、ちょっともうちょっと、えー、この内容をね、えー、見ていくと、まあ、この直線がありまして、えー、これ直線がありまして、で、点がありますと。で、その点と直線の距離なんですけど、まずその点と直線の距離は、こうやって点から水線を下ろして距離取ります。まあ、こうやって直線があって、えー、点があったらそこからこうやってね、この点と直線の距離は、こう水線。 下ろした、ここの長さになります。はい。で、今回はこれをね、D と置いていますけど、で、この時の D っていうのが、こういう式で表せますよ、となってます。はい。で、まあ、えっ、ー、と、覚え方としてはですね、まあ、あの、この直線の、この、X の係数を2乗して、で、Y の係数を2乗して、足してルート、A 分の、 で、え分子の方はですね、この絶対値。これ絶対値ですね。絶対値を付け忘れないようにしてもらって。で、あとは、この直線のこの左辺ですね。この左辺の x y に、これ代入するというふうに考えてもらって。えそうすると ax1 足す by1 足す c ですよね。ここの直線の左辺に、えこの点の座標を代入すると。というのが、え分子の中身になってます。はい。 えー、ということで、えー、今回はですね、この、えー、点と直線の距離の公式、えー、こちらを、えー、実際に、まあ、問題の中で使えるように、えー、これからしていきたいと思うので、では問題の方にね、えー、早速入っていきたいと思います。はい、そしたらですね、問題解いていきたいと思います。一応、黒板にあった公式ですね、まあ、ここに書いてあります。で、まあ、問題を解いていく中で、まあ、公式が頭に入ってくると思うので、 それではですね、括弧一1番から見ていきたいと思うんですけど、原点と 2x-3y-13-0 の距離。括弧一1番は、これルート。で、分母に関しては、直線の、まあ、x の係数と y の係数の2乗の割になりますので、2の2乗足すマイナス3の2乗分の絶対値。 えー、で、原点00を代入しますね。ここにね。左辺に代入すると、まあ、こうなくなって、えー、マイナス13だけ残ります。ということで、えー、これ、ルート13分の、まあ、絶対値マイナス13、13なので。であと、これ有利化すると、まあ、ルート13ですね。はい。こんな感じです。カッコ2番。えー、36と 2x 引く y 3イコール0。 これも同じで、直線の係数、x の係数、y の係数の2乗のは、絶対値の2かける代入しますね。この、まあ、x に3、y に6入れると、2かける3引く、6たす3で、ルート5分の、絶対値の3ですね。答えルート5分の3となります。 はい。じゃあ次。えー、カッコ3番ですね。えー、点12と y イコール 5x たす7。まあ、一応、こ、直線の、え、形をこの形に直した上で、えー、考えるので、えー、ここは、えー、この y イコール 5x たす7っていうのは X、5x 引く y たす7イコール0と、できますね。なので X、5x 引く y たす7イコール0と、12の距離。 と考えると、5の2乗足すマイナス1の2乗、絶対値の5る1引く2ですね。y に2を入れて2足す7。はい。ことで、ルート26分の5足す2、5を引く2で3で10ですね。 ということで答えですね。これはい。ということで、じゃあ最後ですね。えー、カッコ4番です。えー、1048と x イコールマイナス5の距離ということで。えー、まあ、これは、えー、どうですかね。まず同じ形にしてみると、まあ、x、y がないんで。えーまあ、y がないってことは、足す 0y。 まあ,あえて y を書くんだったらこういうふうにも書けるかなと思います。はい。ということで、えー、じゃあこの x 5こと48の距離に関しては、カ4番は、L ル1の2乗足す0の2乗。あと xy に48入れると、4足す5で9ですね。なので、答え9となります。はい。 ええ、ま、カッコ4番に関しては、まあ、あの、まあ、わざわざこの式使わなくても、まあ、図から対応する、図から考えることもできますね。まあ、これに関しては、まあ、一応簡単に振りとくと、x イコールマイナス5。マイナス5と、えー、点48なんで、48。で、まあ、距離なんで直線に対してこうやって水線を下ろして。ここの距離ですね。 あとは、まあ図からわかりますね。4とマイナス5の距離なんで、まあ9ですね。なので、まあ、えー、こういったね、えー、まあ、X 軸に垂直だったり、Y 軸に垂直だったり、する直線と点の距離に関しては、まあ、普通に図から対応してもらうのが一番早いかなと思います。はい。というわけで、えー、じゃあ今回の、えー、まあ問題括弧4まで踏まえて、ちょっとこのね、式を えー、しっかりね、覚えるようにしてみてください。はい。というわけで、じゃあ最後ですね、もう一台解いてみたいと思います。はい。というわけで、じゃあ最後、問題解いていきたいと思います。えー、2点、A1-2、21を取る直線に。えー、ということで、まず、えー、原点をから直線を a を下ろすと言ってるんですけど、えー、この2点を取る直線ですね。まあ、これちょっとまず出す必要があるので、まあ、ここに関しては、 えー、x1,y1, x2,y2 を通る直線。まあ、これ直線の方程式の動画のところで、えー、解説し,し,してるので、ちょっとここが、あのー、抜けてる人はね、えっ、ー、と、えー、ぜひそちらを見て、えー、ちょっと直線の式を覚えてほしいんですけど、まあ、ここではもう簡単に紹介しておきますね。えー、y-y1 イコール、 x2-x1、まあ、分の y2-y1、えー、え、かっこ、x-x1 と書けますので、え、じゃあ今回のものは、え、y、えー、足す、に、イコール、え、2-1分の1、1-2かっこ、X、x-1。まあ、こういうふうに書くことができます。はい。えー、これが直線 ab ですね。 直線。ということで、y イコール、これが3カッコ x 引く1引く2なんで、3x 引く5ですね。y イコール 3x 引く5となりますと。はい。ということで、y イコール 3x 引く5を書いて、この直線に、原点から oh を下ろすって言ってますね。原点から、まあ、00から、こういう風に、h を下ろすので、今回求めたいのは oh ですね。で、ここの oh に関しては、え点と直線の距離になりますので、えー、点と直線の距離の公式を使えばいいと。はい。ということで、えー、直線の式はですね、まあ、この形ではなくて、3x 引く y 引く o イコルール0。まあ、この形に直して使いますね。 はい。ということで、えぇ、ー、oh。じゃあ oh の長さは、えぇ、ー、ルート、えぇ、ー、3の2乗、x の係数の2乗と y の係数の2乗。で、絶対値の、この00を、まあ、この直線の左辺、2台にすると、3×0-0-5 で、まあマイナス5だけ残ります。 なので、え、これ、ルート10分の5ですね。いうことは、10分の5ルート10で、えっ、ー、と、2分のルート10ですね。はい。いうことで、えー、答えは、え、2分のルート10と、わかります。はい。いうことで、いかがでしたでしょうかえー、まあちょっとね、今回は、えー、点と直線の距離の使い方に、え、焦点を当てた動画になったんですけど、 まあちょっとこれでもね、あの全然余裕あるよって人は、えー、ぜひあの、照明の方もね、えー、見てほしいところになりますので、ただちょっと、え、難易度的には高いので、えー、今回の、え、この基礎の動画では扱ってないんですが、えー、ぜひ、余力のある人はそちらも、え、チェックしてみてください。というわけで、今回はこちらで以上になります。それでは、お疲れ様でした。え、今日解説した内容は、えー、自分で解けるようになるまで、何度も何度も解き直してみてください。 えー、それでは本日はお疲れ様でした。